さあ、2023年のね、プレミアム急行、すべての乗り降りました。今年はね、この青いプレミアムカー全区間乗ることができました。今表示幕はね、今特急になってますけどね、これさっきまではコンフォート急行だったんですよ。まあ乗り終えての感想といったら、やっぱね、こういう贅沢はね、たまにはするもんですよ。また機会があったらね、今年もね、定期の特急とか快速急行とか乗ってみたいなとは思っております。まあ2024年もね、コンフォートサルンとかエレガントサルンの急行とかがあれば、また来年以降も乗っていきたいと思っています。今度はね、友達とか、恋人とか誰でもいいですから、一緒に乗ってみたいなと思っております。それではね、このコンフォート特急を見送りながら、この動画締めくくりたいと思います。では最後に映す動画はね、縦向きになりますけど、ご了承くださいね。それでは失礼します。失礼します。